はい、皆さんこんにちは。えー、心理カウンセラーの成田健太郎と申します、えー。今日もご覧くださりありがとうございます。いやあ、ちょっとですね、忙しくてですね、あの久しぶりの投稿になってしまいました。皆さんお久しぶりでございます。えー、っと最近ですね、えー、ちょっとブログの方でも書かしていただいたんですけれども。 えーまあ、2020年、もう、えー、今10月ですよね、もうすぐ11月、12月で、ですね、えー、もう年を越そうと、えー、年末が近づいてきております。というのも、僕は毎月、えー、筆文字の教室、己署太郎道場というですね筆ペンと絵の具を使ったですね、えー、筆文字教室をさせていただいているんですが、今月はですね、みんなで年賀状を書いたりしています、まあ、これね、来年、丑年になりますこう、かっこいい年賀状ですねー。 いいですね、まあ、こんなような年賀状を、えー、みんなで書いているんですけれども、まあ、年賀状を書くとですねあいよいよもう今年も,、えー、もうそんな時期になったのかというふうに、えー、思いますよねで2020年はですねまだ終わってないんですけれども、まあ、2021年をどういう1年にしたいかっていうのはもう今ぐらいから考えておいた方が絶対にいいと思うんですよね、えー、今から準備しておくと2021年という1年間が 多分ですね、えー、すごく、えー、いい一年にすることもできると思うし、えー、そうじゃない一年になるかもしれないし、えー、この今の準備期間ってすごく大事なんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、今日はですね、2021年を、えー、素晴らしい一年にするための、えーまあ、2つのポイントをですね、簡単にちょっとお話をしてみたいなというふうに思います。えーまあ、2020年をですね、まだ終わってないんだけど振り返ってみたときに、やっぱり今年、 はですね本当に歴史に残るような1年間だと思うんですよね、まあ、日本だけじゃなくて世界的にですね、まあ、コロちゃんの影響で、えー、本当にいろいろな何、えー、て言うんだろうな今まで経験したことのないような、えー、出来事が起きました、ね、で、えーとまあ、今まで予期することができなかったような変化があったわけなんですが、えー、まあその変化に伴ってですね要は変化するってことは今までと違う日常に 突入すすするるわわけけででかかから当然そこに対してスストレが要は僕たちは毎日同じようなことであれば、えー、退屈かもしれないんですけれども、えー、大きなストレスを抱えなくても済むで逆に変化する時っていうのは今までと違う状態になるので、えー、怖いわけですよね。 怖い、どうなるか分かんない不安見たことがない、えー、世界とかですね、えー、経験したことがない、えー、世界に入るというのはやっぱり怖さっていうものを僕たちは感じるわけですそしてその怖さにとも伴ってですねこれからどうなってしまうんだろうというふうに、まあ、もちろん 一人一人の状況っていうのは違うと思いますので、その感じ方の度合いっていうのは、えー、みんな違うかもしれないんですが、えー、まあ多くの人にとって、えー、今回のコロチャの騒動っていうのは相当ですね、えー、見えないところでストレスになったんじゃないかなというふうに、えー、思っています。そして、えー、大きく変わるときというのは、えー、まあ、 大きく変わると書いてですね、まあ、大変と読むわけなんですが大変な時っていうのは逆に言うと大きく変わる時であると思うんですね要は僕たちは自分の意思で人生を変えるっていうこともできるんですけれども実はそれって意外と難しいんですね意外と難しい、えー、なぜかというと変わる必要性緊急性がない時っていうのはなかなか人間っていうのは変わろうとしないわけですよねだけど、えー、外的要因とか外の世界が変わる時っていうのは いやおがなしに自分もその変化に対応していかなきゃいけないので、大変だしストレスも変わるんだけれども、変化しやすかったりするわけですね。変化しやすかったりするわけです。例えばですけれども、僕がですね、えっと、今、どんどん機材をですね、いろいろ揃えて、オンライン化に向けてですね、まあ、いろいろ、 活動も再開、あの、オンライン活動もしておりますし、いろいろな機材を揃えたりしてですね、まあ本当に半年前、1年前では考えられない、えー、ことなんですが、ズームを使ってミーティングをしたりとか、ズームを使って講座をしたりとか、ズ、えームを使って、えー、セミナーをしたりとかですね、えー、そういうことを今当たり前のようにさせていただいているわけですね。これ半年前とか1年前は信じられないですよ、ね。それ絶対に、えっ、ー、と、もしやろうと思えばできたことなんだけれども、要は、 えー、オンライン化でや,やろうと思えば、えー、自分で調べてですねできたと思うんですが絶対にですね今回のコロちゃんがなければ、えー、やってなかったと思うんですよねだけど緊急に迫められる、うん、やらなきゃいけない、まあ、やらざるを得ないというかですね、えー、なんかそういう変化の波にが来た時っていうのはそれに対応するためにですね ストレスや負荷はかかるかもしれないんだけれども変化しようとするわけですねなのでなぜか気づいたらですねこの苦手だったオンライン化もです、ね、いろいろとですね少しずつ分かるようになってきて少しずつできるようになってきているわけですななのので実はは大変な時期っていうのは えと短いスパンで見ると、えー、それは大変なことであり、えー、例えば苦しかったりとか不安だったりとか心配だったりとか、えー、要は自分にとって都合の悪い時期かもしれないんですけれども、えー、人生という長いス,ペンスパンで見た時に実はこの変化する時大きく変わる時っていうのは実はすごくチャンスであることもあるわけですね、えー、だなので今回のコロちゃんの影響で大変な人であればあるほど実は変化する可能性っていうのは ポテンシャルを秘めていいいる可能性が高いとということですよね逆にあんまり煽りを受けてない人ほど変化しにくいかもしれないもちろん人にもよると思うんで一概には言えないんですけれども、えー、そういうことが客観的に見ると言えるんじゃないかなというふうに思いますでこの大変な時にですねどうやって人生を変化いいふうにどうせ同じね大変を経験してるんであれば悪いふうに影響を 与えるよりもですね自分の人生にとっていい意味で影響を与えたいじゃないですか。こんだけ大変な思いしたんだから、人生に良い,い風に転換したいと思うわけですよね。で 実はですね、この大変な出来事が起きた時にその大変な出来事が起きたから自分は不幸なんだとか自分は苦しいんだって思うことは多分あの当たり前というかですね、まあ、それが普通だと思うんですよねだけど、えー、見方を変えるとですね、この大変な時期があったからこそ実はこの2020年というものが自分の人生にとって大きな人生の転機になったんだ。 要は最いい意味での最高の天気になったんだなっていうことを例えば5年後とか10年後とか15年後20年後のですね自分の未来の自分から過去の今の自分を見た時にいやあの時本当大変だったよなだけどあの時があの年があったから、えー、今自分がこういうことをしているんだよな今の自分があるんだよなっていうふうに 思ええれる年にしてしてまえばいいわけですよね要は自分で決めてしまえばいいわけです。2020年を自分の人生の最高の天気の1年間、年にするというふうに決めちゃうわけですよまず最初に。で、決めてしまって、でその天気をどういうふうに自分に良かったっ 初心にしていくかっていうことを後でいろいろ意味付けをしていけばいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。なのでまず一つがですね、2020年は確かに大変だった。確かに。 えー、いろんなことを変化の対応に追われてし,しまったかもしれない仕事が、えー、少なくなってしまった人も多いかもしれないですし、えー、なんかやり方を変えなきゃいけなかったかもしれないし、えー、そういう大変なこともいっぱいあったかもしれないけれどもだからこそ10年後の自分は、えー、10年後のその時の最高の自分にたど、えー、り着くことができたんだということは2020年は、えー、最高の えー、自分の人生にとって最高の天気の1年間だったんだなっていうことを、えー、まず決めてしまうということをが、えー、結構おすすめなんじゃないかなというふうに思っています、えー、そして、えー、もう一つがですね、えー、そう今からですねまだ2020年終わっておりませんあと 10, 10月もあと半分あと11月12月、まあ、2ヶ月ちょっとあるわけなんですけれども 要は来年2021年を最高の一年にしたいもしくは自分の人生をいい方向に変化したいってなった時に自分がですねいい風になりたい時っていうのは、えー、何かを外から掴むいいものを掴むっていうことも一つかもしれないんですが、えー、もっと大切なことはやっぱり何かを手放すっていうことだと思うんですね要は自分が手放さないと新しいものってなかなか入りにくい要は両手に何かものを掴んでいると 新しいものをつかめないのと一緒で何かを手放した方が新しい自分になりやすいわけですよね逆に今までのものに必死にしがみついていると時代が変化しているのに今までと同じ状態にとどまることにエネルギーを注がなければいけなくなってしまうので非常に変化しにくくなっていくと思うわけですなのでこれから2ヶ月の間で自分がひょっとしたらこれはこう今まで必要だと思っていた だけれども、これはひょっとしたら手放してもいいんじゃないのかなとか、これはやらなくてもいいんじゃないかなとか、これはやめてみてもいいんじゃないかなっていうものをリストアップして、自分が何を手放していくかということを具体的に考えてみるっていうのは、すごく大事なんじゃないかなと思います。それは、えーとまあ、いろんな人によって、ね、全然違うと思いますので、一概に例えばこれがっていうのは言いにくいかもしれないんですけれども、えー、自分が来年、えー、よくいい、 新しいい未来にしたいって思った時に今じゃあ2020年のうちに何を手放していくか、まあ、例えば分かりやすく言うと断捨離とかですね、まあ、部屋をいらないものをどんどん捨てていくっていうのも一つの手放すっていうことになると思います。 でそういうことでももちろんいいかもしれないですし具体的に自分がやっていることの中で、えー、もうやめてもいいかなとかそろそろ手放してもいいかなとか、えー、ひょっとしたら人間関係でもそういうものがあるかもしれないですよね、えー、なんか違うなと思っている、えー、所属しているものから抜けるとかですね、えー、何かそういう自分が、えー、何か 手放していくことで新しいものが入っていくっていうことは実はすごく多いんじゃないかなと思いますで、この手放す時っていうのは怖いわけですよね今まで持っていたものを手放すっていうのは結構怖かったりしますでも僕はですねやっぱり自分の人生を振り返ってみた時にやっぱり人生が大きく変わる時っていうのは何かを手放してきた時だ なといいう,うに僕は思っています、えー、ぜひですで、ねまあそんなに無理しなくてもいいと思うんですけどちっちゃいことで本当、えー、はあってもなくてもいいんだけど何かやり続けていることとか、えー、しがみついていることって意外と洗い出してみると多いと思うんですよね。そのちっちゃいことの積み重ねがですね意外と大きい、えー、しがみついているエネルギーになっていたりすると思いますのでそのちっちゃいしがみついているものを手放してみるっていうことを、えー、少しずつやってこの2020年の間にやっていくと いいいいいんじゃないかなかという,ふうに思います僕はですね2021年はですね自分の人生にとって何か一つのですね大きな変化の年になるというふうに、まあ、なんとなく感じているわけですねでそれはまあどういうふうに変化するかっていうのは具体的にはわからないんですけれどもなんとなく変わる と決めているのでまあ分かっているというか決めているのでなので、えー、今2020年の間にいろいろとちょっと整理してですね今いろいろと、えー、実は準備をしていたりしますさあ来年はどんな一年になるんでしょうかまああのー、まだまだねいろ、えー、んなことが起きるかもしれないんですけれどもまぁ、あ、どんなことが起きてもやっぱり自分が自分の軸を持ってですね自分らしく生きてそして自分らしさを表現しながら、えーうん そういうのを分かち合えるね世界を、えー、僕は、えー、作っていくために時間とエネルギーをつ作っていきたいなというふうに思っていますので、えー、またこれからもよろしくお願いします、えー、皆さんも2021年をですね最高の1年にするために、えー、今今年できることまだ、えー、2ヶ月半ありますのでまずですね今年が人生の転機になった1年になる、ね、この大変だったけどっていうのを決めてですねそして、えー、何を手放せばいいかっていうことを、えー、ピック洗い出して えー、手放していくといいいいいくととんじゃないかなかう,うに思います、まあ、呼吸でも何でもそうですよね呼吸も吐くことが大事、ね、吐けば吸う空気が勝手に入ってくる食べ物もですね食べることばっかり考えていても、えー、やっぱり出すことの方が実は大事だったりしますなのでまず手放すこととか出すこととかやめてみることっていうものを、えー、考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います、えー、それではまた会いましょうバイバイ皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます 今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、毎日ブログを更新しているんですが、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。